きちゃん、髪の毛おでこに張り付いてるよ。くまいちゃん、今日も滝のように汗かいてるね。キャプテンまた変顔してるよ。ベリーズ、ベリーズ、ベリーズ工房の清水咲です。ベリーズ徳永つなみです。ベリーズ須藤真麻です。はい、24回目のベリツーはベリーズネームイルカ12号さんからのリクエスト、ベリーズ工房のコンサートを見に来たお客さんとしてメンバーに声援をで始まりました。はい、まずキャプテンから。私は自分宛てです。はい、髪の毛おでこに張り付いてるよ。さあスイッチオンだけはディベリティ。前髪結構みんなすごいよね。くっついちゃう、なんか張り付いてるみたいな。ノリ、そう、気づかないうちにくっついてる。まあすぐ置かれちゃう。まあすぐ割れるよね。もういつだかすごい時あったよね。そう、もうね、なんかね、タムケイさんのようになっちゃってさ。すごかったよね、あれね。そうそう、ね、汗もすごいし、ということで。はいはい、まあさんは、まあは、くまいちゃん今日も滝のように汗かいてるねって。そうですね、くまいちゃんすごいね。顔が一番すごい、うん、ほら、代謝がいいってことで。プラス思考にね。そうね、マイ、ね、うん、マイナス思考じゃなくてね、うん、プラス思考に。そうね、うん、はい。私はキャプテンまた変顔してるよ。これはね、私だけでもね、キャプテンと目合わせ必ずね変顔になっちゃうの。なっちゃうんだ。なっちゃうんだ。してなくてもなっちゃうの。あの、なんか目合わせとどっちも変顔するから、うん、お客さんはまた変顔してんだなって思ってるなと思って。はい、なんか他のメンバーとはあんまりしない。チーとかマーとか目合わせるときは変顔になる。うん、あー、面白い、面白い。はい、どうも。はい、ということで始めていきましょう。はい、今週もベリツいくべー。ヘッドライン。まずは徳永ちなみさんに関するニュースです。9月11日に徳永ちなみさんのファースト写真集ちなみが発売されました。発売を記念した握手会も行われ、番組にも写真集を見た方からたくさんのお便りが届きました。撮影した時の裏話をこの後詳しく聞かせてもらおうと思います。続いて激ハロについてのニュースです。9月16日に劇団激ハロ第7回公演サンクユーベリーベリーの公開ゲネプロが行われました。今回のベリー2は実は公開ゲネプロが行われた次の日に収録しています。ということでこの後ゲネプロの感想をたっぷり語っちゃいたいと思います。以上、報道センターから清水ダンシングクイーンサキがお送りしました。はい、そうというわけでございます。はい、写真集ね。そう、ハワイで撮ってきたんですけど、はい、あの海に入ったの。入ったの。なんかパドルボートとかいう海の上でサーフィンボードを浮かべて、なんか杖みたいなのこうやって漕いでいく、うんうん、なんか海のスポーツなんだって、うん、スポーツなんだ。そう、それをやったんだけど、はい、なんせねサメが怖くて。え、海怖い、いないよ、うん、海怖くて、怖かったんだけど、なんかその時は、ハワイに来たっていう楽しさで、さ、あの、サメのことね、忘れてて全然。よかったね。そう、なんかさっきお便り読ませていただいた時に、はい、サメ大丈夫だったんですかっていう、なんつうか来てたんですけど、はい、大丈夫でした。はい。すごいね、ハワイの力ね。ね、うん、忘れさせるパワーを持ってますよ。はい。あとは、ご飯が美味しかったです。大きかった、やっぱり。ご飯、うんうん、量とか。大きかった。ハンバーガーとか、もうキャプテンのね、顔ぐらいある、でっかい。わお、もう、ね、そう。それ一人食べたの？一人一セットだもん。あー、ボリュームそっか、そう。ということでですね、あの、お便りの中からちょっと、ね、うん、いつ読ませていただきたいと思います。はい、徳島県にお住まいのベリーズネームエースさんからです。さきさん、ちなみさん、マーサさん、ベリーズ。ベリーズ。ちなみさん、ファースト写真集、ちなみ、買いました。見ました。やばいです。ありがとうございます。ちなみさんの笑顔に癒され、夕暮れのシーンの大人っぽい表情には、ドキッとして、やばいです。今回の撮影で、楽しかった、感動した、びっくりした、などのエピソードはありますか？ということです。はい。はい、感動したのは、やっぱ夕暮れのシーンは、なんか1日目に撮ったんですけど、はい、もう次の日に撮ってたら、綺麗な夕日が出てなくて、うん、そう、よかったね。で、なんか写真集は、まだ夕日が出てる時の撮影で、
で、夕日が沈む時はもう終わってたんだけど、みんなで夕日沈むのを見たいねって話してたのね。うんうん、したら、ちなみは、夕日を後ろに背向けて話したら、いつの間にか沈んでたんですよ。あー、ショック。してるだけ見れなかったみたいな。あれ、どこ行ったんだと思ったら、もう沈んじゃったよって言われて、みたいな。言ってもらえなかった。言ってもらえなかった。ショック。あらら。もうそれは本当にショックだったんですけど、でも、夕日は感動しました。おー、いいね。うん。あとは、なんかワンちゃんと撮ってる写真があるんだけど、うん、なんかゴールデンレトリバーぐらい大きい、なんか水をかけてめっちゃバシャバシャバシャってやってるシーンがあったのね。それを撮影するっていうシーンがあったんだけど、そのワンちゃんはなんかの合図でそのバシャバシャバシャってできるの。普通だったらなんか犬のタイミングじゃん。そうだね。だけど人間のタイミングに合わせてくれるワンちゃんで、それも感動しました。すごい。できた犬だね。できた犬だ。はい、できる子だ、うん、楽しかったです。はい。そしてですね、激ハロですね、うん、昨日ですね、公開ゲネプロを行いましたね。やったね。緊張したね。緊張したね。本当に緊張した。みんな緊張してたもんね。うんうんうん。緊張してあんまり覚えてない。だって最初、結構まわら、出番後の方でみんなと比べると。ね、で、なんか、楽屋のとこにモニターがあって、ももと、出てきた出てきた。あ、出てきた。お前ら帰ってきた。お帰りみたいなさ、今から行ってくんねって話をした、うん。もうみんなそんな感じだったよね。うん。もうとりあえず出るたんびに頑張ってきてね、行ってらっしゃいとか、うん、だってマーの着替えのタイミング見て頑張ってねとか言って、着替えに頑張ってくる。いつも見てくれて、早い早い早いみたいなさ。そうそう。ね。うん。はい。この後も頑張りましょう。頑張ります。はい、はい、ということで来週もベリーズ工房の細かすぎる情報をお伝えします。以上、ベリーズニュースヘッドラインでした。